よろしくお願いします。あお願いします。藤井さん、久しぶりですね。お久しぶりです。元気でやってますかはい。どんな感じですかね、この1か月間。あもう、最初のあれいただいたやつが、はい、結構効いた感じで、はい、まあ、いい感じで継続できてると思います。あ良かったですね。 はい、顔を見るとか、だいぶ赤みも引きましたね、顔そうですね、もう顔はだいぶ調子はいい感じです。いいですね、顔とあとお腹とちょっと肘がぽつぽつなんか斑点みたいな見えるんですけど、あれはあれはやっぱりちょっと書いてしまった時とかに感じですかね書、はい、き傷にはなります崩れます うん汗の感じもあるかもしれないですけどはいあ職場で汗かくんですね最近暑いんではいその影響もあるかもしれないですあじゃあもし汗かかなかったら結構いい状態ですかそうですねやっぱりどうしても汗かいてしまうとかゆくなっちゃいますもんね 最近、ここら辺、大阪暑いじゃないですか、なんか20度ぐらいするし今日はもうやばかったですね、きょ <laughs> 強烈でしたね、あ<ー>でもあの来週ぐらいからまだ気温が下がると思うんで、結構安定すると思いますよ。そうですね一時ちょっと悪化したんで、うわ、大丈夫かなと思ったんですけど、ちょっとここまでよく盛り返しましたね。 そうですね、もうだいぶいい感じですね。今、お風呂とか運動どんな感じですかまあ前と変わらずって感じです。あの、入浴2時間運動も適当にそうです、ね、適当な時間でやってるって感じですね。はい。いいですね、習慣ができてますね。2>, 2時間以上はちょっと厳しいかなって感じで <laughs>、まあ仕事をしているとさすがに厳しいですね。はい。 今、どうなんですか、顔、誰か周りの人が見て、アトピーって言われますあもう僕が知ってる、そのアトピーって知ってる人ぐらいしか、あんま合わないんで、はいなんどうなんでしょうね <laughs>。こうやって顔だけ見ると、うアトピーって分かんないですね、赤くないんでね。 そうですね、一時ひどかった時に比べると、もう全然顔は大丈夫ですね。首が、はい、首もまあ、2ヶ月目ぐらいと比べたら、だいぶ良くなってると思いますけど。よく盛り返しましたね、あの状態から。はいこのまま落ちていくんかなって、ちょっと心配しましたよね。<laughs> <laughs> もうそのまま治らんのかなみたいな <laughs> はいちょっと心配しましたねあれ辻さんと思ったんですけどねよかったですわはいあのなんか足足のなんかブツブツ色素沈着みたいなあれどうですかちょっと写真がなかったんでね分かんないですど<ー>今どんな状態なんですか足足はもうあれですあのー、この先月の状態から悪くもならず、はい、もういい状態をキープできてますね あの色って落ちそうですかなんか、ぶつぶつの反転みたいなのあるじゃないですか。色,色素沈着なんですかね、あれ。最初ですかはい。最初の音はもう、だいぶ改善されてますけどね、あのぶつぶつのやつは。あじゃあ、薄くなってるんですね、さらに。そうですね、もう普通の、普通の足といったらあれですけど、はい。足、下半身はもう、全然気にならないですね。 あよかったですね。今、今気になるところってありますかね、今のところ。うん、もうでも、いい感じですね。肘ととかがやっっぱりちょっと 最近暑いからちょっと書かないように注意してって感じですかね。うんでもあの夏場の時もね仕事しながら汗かいてバリバリ書いてる感じだったじゃないですかちょっと困ってる感じではいもう今それはないんですね大丈夫ですねそうですね胴体もだいぶそのなんていうんですかね傷はなくなってる感じですかねあとはちょっと残ってますけど、はい、あの。 いやついにこのレベルまで来ましたねはいもう卒業ですねどうですか <laughs> 卒業しますどうどうですかあ僕の中でもうちょっと卒業かなと思ったんですけどあおめでとうございますいや僕は決めないので辻さん決めてもらっていいですか<あー笑>はいあのい今回ではい、はい 卒業するレベルっていうのがもう書いても全然ねガサガサにならないし書き崩れない皮膚になって仕事に一応きたさないっていうレベルなのでそうですね僕まあもともとがそこまでひどくなかったんで、はい、まあ仕事全然できないっていうレベルではなかったんでもう今はそのなんていうんですかねうんよく最初に言ってたあの まあお風呂とか温泉とかはもう気にならずに行けるかなっていうレベルには達してると思います、はいはい、いやーあのそうだそうだ辻さん夢ですよ夢子供さんね夏に海に連れていくっていう夢でそうですねで冬になったら温泉行くって温泉行くんでしたっけなんでしたっけいやあのまあ何ていうんですかもう 普通にちょっとどこどこ行くとか何かやるってなっても、はい、アトピーやからっていう、ちょっと気が引けていけないっていうのがなくなりたいなっていうのは。あ、言ってましたね。はいどど。どうですか今の感じは、感じとしては。いや、もう全然行けそうですね。あ、行けますよね。行ってないですけど、ちょっとコロナとかもって。<laughs> あ、<laughs> コロナの影響でちょっと行けてないですね。 もう今ちょっと外になかなか行けないですね大阪はやばいですもんねそうですね過去最高ですから、ね、そうですね <laughs> あ<ー>、まあ、でも辻さん第3波終わったら絶対行ってくださいねそうですねちょっと今まあ妻がまあ妊娠中なんで何ヶ月ですか あもう1月予定日なんで、ちょっとその辺が落ち着かないと、また外出は難しいかなっていう。あそっかそっかえ。ちょっと待ってくださいよえ。辻さん、うちの治療に来た時って、嫁さん、妊娠してましたえー、そうですね。そうですね。ちょうど安定期入ったぐらいでしたかね。なるほど。じゃあ、ね、あのごんさんの,そのアトピーの治療も心配だったでしょうし。 はい、自分のその新しく生まれてくる赤ちゃんのことも心配だったでしょうし、そうですね、辻さんの問題、あと片づきましたね、<laughs> はい、アトピーの問題は、そうですね、はいまあ、この状態を維持できるように、ちょっと悪化しないように、そうですね、悪化しないように、ちょっとの肌のケアも大事ですよ。はい あの保湿剤ちゃんと手に入ってますか最近全然みんな手に入らないみたいですけどそうですねクリームはいけてますオイルはオイルはねあるときにって感じであれやっぱオイルないと無理なんですかね、はい、オイルオイルがないとあの多分保湿力がそこまで上がらないと思うんですよねうーんでねなんかあれはいはい、はい、あ嫁さんが使ってね、はいはい これめっちゃいいって言って <laughs> 嫁さんに使われたいやあの私の分も買って,て <laughs> <laughs> 嫁さんアトピーじゃないじゃないですかそうですね <laughs> でもあれアトピーじゃない人も売っても最高でしょうねあの保湿感はそうですね天然100%なんで、はい、使い心地が全然違うって言ってましたねいいですよあのもしどうしても手に入らなかったら僕言っていただければ代理店から購入するんで ありがとうございます。はい。あの、極力自分で探してください。はい。<laughs> はい。なかなか現状はまだ,だい大丈夫ですね。あ大丈夫ですかはい。はい。あるね。あと、あの、卒業後もこの先生の,あの素材を、はい、あの希望したら送ってくれるって、はい、おっしゃってたじゃないですか。はい。いいですよ。必要な分だけ送ってくれたら送りますよ。その素材の 種類とかも僕が指定する感じの方がいいんですかねえっと、これ最後卒業するときに僕聞いてるんですけどね、あのやっぱ合わない素材あったと思うんですよ。はい、はいはいはい。これめっちゃ聞いたなっていう素材もあれば、いやこれ大したことないやんっていう素材も辻さんの中であったと思うんですね。そうですね。それ言っていただければ、こっちであの組み合わせしますよ、希望があったら。うーん。 あれ別にどんなあれを混ぜても大丈夫なんですか、ね、いや、ダメですね。やっぱ相性ありますね。これとこれと相性はやっぱあるんですかやっぱあるんですよ。<ー>なので、もし言っていただいたら、はい。ちゃんと組み合わせて送りますけどね。う,ーんうん。必要な分だけ、えっ、ー、と、これから言ってもらえれば送りますよ。あ、わかりました。はい。ちょっと、まあ、できるだけ。 その頼らずに、はい、あのやってみようかなって今も素材もちょうどなくなった感じで、うん、これからその、まあ、背をかくっていうのと、はい、その食事と、はい、まあ運動ですかねそれでちょっと維持できていけるのかっていうのでちょっと。はい 危うくなってきたらまたお願いしようかなとは思うんですけど、はい。あ、全然いいですよ。極力頼らないっていうのが一番なので、さっき辻さんが言ったように、もう要因に対しては自分で何とかするっていうのがやっぱ一番いいですよ。はい。はい。で、どうしてもあかん、要因でも何ともなれへんって言ったらまた <laughs>、微生物言ってきてもらったら。わかりました。はい。 一応ねあの、その黄色ブドウ球菌が原因だっていうのももう分かっていただいたし、で、そのホ、はい、トピーを治すためには黄色ブドウ球菌をやっつければ治るっていうのも分かっていただいたんで、もう安心じゃないですか。はい。そうですね。はい。まあ、やることは見えてるというか。そうですよね。はい。はい。いやー、よかったです。あの、辻さん、あの、ちょっと僕ね、卒業された方に全員にお願いしてるんですけどね。はい。あのもう 卒業生じゃないですか、今。はい、ね。卒業されるわけですから。で、はい、今ね、あの、肯定反応に苦しんでいる、ね、後輩たちがいっぱいいるんですけどね、はい。ちょっと叱咤激励してもらえないですかね。叱咤激励。<laughs> <laughs> はい。そうですね。まあ、多分辛い。まあ、僕もその時期があったんで、辛くて、まあ。 でも仕事職種によったらもう仕事行くのも嫌やし、まあ、外に出れないひどい人は出れない状態になっちゃうと思うんですけど、まあ、そこはまあ最初の始める時の仕事を休むなり何なりの覚悟を持って行ってはったんで、まあ、その辛さをちょっと通り抜ければ明るい先が待ってると思うんで頑張ってください。 ありがとうございますそれ最高の言葉ですねいえいえ <laughs> 僕もちょっとこれ大丈夫かなって最初思ったんで <laughs> <laughs> 思いましたよねはいそこをちょっと抜けるとどんどん良くなっていくかなと思いますいや辻さん結構ね僕本当心配してたんですよ一回ぶり返した時にそうですねすんなりはまあ ちょっとなんかくすぶってる感はありましたね。他もなんか卒業生のを見てるとありました、ありました。そこまでいけるんかなみたいな。いや、僕本当それ思ってたんですよ。辻さん、落第するんちゃうかなってちょっと心配してたんですよ。<laughs> <laughs> いや、よく盛り返してくれましたよ。ああ、いえいえ。いや、とりあえずこれ努力の賜物ですね。いえいえ。まあ。 この治療法に巡り合えてよかったです。いや、よかったですね。とりあえずね、もう過ぎてしまえばもうあっという間でしょ、4か月なんて。そうですね、実際多分3か月でも、まあ、卒業と言えるぐらいまでにはいけてたんかなとも思いますし。あ、そうなんですね。いや、まあ、あの、 4ヶ月まで、はい、面倒見てる,見るわーって言ってくれたんで、ちょっとまあどこまでその良くなるんかなっていう、まあ、やっぱりまあ体質もあるんで、今のこの状態を維持できるように、これからは油断しないように。 頑張っていきたいと思います。大体ね、ねいいね皆さん、再発するとしたら、大体、あの、保湿怠る人が多いですよ。あそうなんですか。この時期、特に保湿しないとやばいです、やっぱり。うん,うん。まあ僕、保湿とか風呂上がりのケアはもう、治療する前から結構してたんで、うんはい、まあ、それは大丈夫かなとは。 思いますあ、いいですかあのオイルの取り合い嫁さんとはもうやめてくださいね <laughs>、はい、<laughs> そこは辻さん優先してくださいよやっぱりオイルはあの使わせないです <laughs> <laughs> そこはオイルとクリームを絶対に使ってくださいね<今>は, <laughs> はい、はい、やっぱりどうしてもねアトピーの人っていうのはもう遺伝的に体質的に乾燥しやすい体質なのでこれはもう不変なんですよ変わらないですよね遺伝っていうのはうん,うん。 だから今度はもういかに再発させないようにするかなんで、はいはい、もう本当に辻さんそこは頑張ってくださいねはいあのまあお風呂の入り方とか、はい、まあちょっと2時間は入れないですけど、はい、こう汗をしっかりかけるように、はいはい、まあ,あの休みの前の日とかできたらいいかなと思いますね、はい、いいですよで万が一もし再発しね再発なったら また連絡ください、はいはい、<laughs> やばいなと思った時点でまた微生物ひどくなる前にはいあ,あれですよね素材なくても <laughs> そのヒートの素材なくても効果はやあるじゃないかなとは思うんですけどあそうですよ別に微生物なんて頼らなくてもヒートショコプロテインがちゃんと働いてれば大丈夫ですよそうだからその休み前とかはちょっと長めに入ってはい、はい 僕、最初、その、なんていうんですか、これを知って、あの、素材、面談行く前にやってみたときにも、結構効果あるなと思ったんで。そうですよね。もうその時点で、ちょっと、プロテインがちょっと活性化してたんでしょうね。はい、だからもうや、それをやっていけたらなと思いますね。あ、いいですよ。ぜひ、あの、ちょっと休みの日とか、入浴時間を増やしていただくのも最高なんで。はい。はい、もう頑張ってくださいね。 はい、ありがとうございます。はいじゃあ、とりあえず、辻さん、あの、今日で卒業という形にさせていただきます。はい、ありがとうございます。本当にお疲れ様でした。<laughs> いえいえ。<laughs> ありがとうございました、はい。また、あの、嫁さんによろしく言っておいてください。はい、わかりました。どうも、さよなら。はい、ありがとうございます。失礼,ます失礼します。失礼します。